ファイファー松井です。はじめまして。僕は北半球一のトップセールスマンです。もう皆さんは僕の YouTube とか YouTube ショーツ、TikTok、Instagram を見ていただいてますか？まだですか？ダメですね。あなたたちは幸せになりたいと思っていますか？幸せになりたいのなら、まずはファイファー松井の YouTube、TikTok、Instagram を見てみてください。忙しいみんなのために、忙しいパーソンのために、ナンバー1から10までを簡単にまとめてみました。では今からチェックしてみてください。 Here we go。 営業ってのは究極の後出しじゃんけん。はい、わかる。後出しですか？そう、まあ、じゃんけん。そう、はい、っていうのも、例えば自分こういう商品売れますよ、こういう売り方ができますよ、でいくら説明してたとしても、相手が需要がなかったら売れないよね。はい。でこの需要を聞き出すのが大事。だから後出しじゃんけん。これ予算とかもそう。こっちが報酬だとかを設定するときに、予算限界までいきたいわけじゃん。はい。だけどこっちが先にいくらでどうですかって提示してしまったら、予算に全然満たなかった場合、相手はラッキーと思うよね。はい。だけどこのギリギリを攻めたいわけじゃん。だからこのギリギリをうまく聞き出すの。それを聞いた上で、いくらでどうですかってこっちが提示するわけ。何事においても営業で大事なのは後出し。営業とは後出しじゃんけん。はい。そして相手の需要を知る。これが今大事って言ったよね。はい。じゃあ、需要がなかった場合どうしよう。困るよね。困ります。需要作ればいいんだよ。やり方わかる？いや、わかんないです。じゃあちょっとやってみようか。はい。じゃあさ、このペン売ってみて。これですか？どうやって売る？買ってください。だよね。普通そうなるよね。はい。貸してみ。このペンを売るときに、大体の人たちは、このペンはすごく滑らかに書けます。3年間インクが持ちます。そういう歌い文句で売ると思うんだよ。はい、違うんだよ。持ってみ。どうやって売る？わかんないか、はい、サイン書いて。はい、サイン書けないようなペンがないから。書けないです。需要を作るってこういうこと。みんながやってる営業っていうのはドッジボールなの。はい。さっきの後出しじゃんけんっていう話とも通ずるんだけど、はい、こっちが PR ばっかりをしてしまったら、はい、例えるとドッジボールになってしまうよね、うん、当てるだけ。これキャッチボールしないといけない、うん、でもっと言うと企業として見るよりも、まず目の前にいるあなた、はい、あなたに自社の商品の魅力を伝えることができなかったら、はい、これ万人に売っていくなんて無理だよね。だけどこの営業マンでみんな考えてることってスケールが大きいの、はい、そうじゃない。この目の前にいるあなたに気に入られるように商品をプロデュース、プロモーションしていく、これがめちゃくちゃ大事。お金持ち相手だったんです。お金持ちでもいろんなタイプのお金持ちがいる、はい、服装に気を使わないお金持ち、もしくは服装からもうめちゃめちゃお金持ちだってアピールする人もいる。これでもだいぶ違うわけじゃん、はい、だからお金持ちをアピールしたがってる人なのかなっていうのが分かれば、はい、逆に言えばうちの商品を身につけてくれたらより箔がつきますよっていうプロモーションをかければいいよね、はい、だからその入り口って人によって違うわけ。その目線を大企業に当ててしまうと、はい、ぼやけてしまうから、はい、まずは目の前にいるあなたにどうやって商品を気に入ってもらえるか、この話し方がとても重要。漠然とした消費者向けの営業ではなく、目の前にいる一人に向かっての営業について話したよね、はい、これね、恋愛で例えると分かりやすい。モテるってどういう概念、どういう価値観、モテるのイメージ。うん、そうだよね。女の子に好かれるって言ったよね。それだと営業はうまくいかないよ、はい、好きな女を口説ける男がモテる、この入り口わかる。多数の女の子にモテたいって言ってしまったら、はい、
すごく特徴のない人間になってしまうわけ。だけど、この子を彼女にしたい。この子を奥さんにしたい。そうやって思ったら、それに特化した動きになるよね。はい。つまりそれも営業と一緒なの。わかった。わかりました。自己主張が強すぎると、相手は耳を塞いでしまう。どういうことかわかる？主張しすぎないってことですか？うん。言葉のまんまだね。はい。そういうことじゃなくて、例えば喧嘩をしてるときに、はい、俺の話を聞け、はい、俺の話を聞いてくれよ、はい、こういうスタンスで言って相手話聞いてくれた試しある？ないっす。ないよね、はい、まずは相手の話を聞く。どん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 全部聞いてあげて聞いてあげて、聞き終わった後ようやく自分のターンがやってくる。だから後出しじゃんけん。はい、わかった。わかりました。会社の看板を背負うっていうのはすごく大事なことではあるんだけど、はい、言うても人と人ではあるから、はい、まず人と人とがしっかりそこでつながらないと、今後いい関係は結ばれないよね。はい。だからそこにビジネス感が強く出すぎてしまうと、それって相手の警戒心にもつながってしまうから、まずは人としてどうつながれるか、これも結局後出し案件だ。例えば服装、時計の趣味、メガネの趣味、ネクタイの趣味、そこで共通の趣味を持つことによって一つまずつながれるわけ。そこからだん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 ビジネスにつなげていく。そうすればここの商品を買いたいよりもこの人と仕事をしたいっていう思考に転換できるから、はい、そうやって自分の土俵に持っていくのがとても大事。これ有名な心理学の技法ではあるんだけど、はい、まずイエスイエスイエス、相手にイエスと言わせる習慣を作らせることによって、最終的な返事もイエスをこっちで誘導できるんだよね。お、はいはい、例えば今日晴れてますよね。はい、晴れてます。で、とても暑いですよね。暑いです。汗かきますよね。はい、そろそろお腹が空いてきますよね。行きましょう。ご飯行きましょうか。行きましょう。じゃあその食事の途中で仕事の話していきましょうか。ね、今全部はいで答えました。すごい、はい、こうやってイエスって言わせる段階をたくさん作っていくの。はいはいはい。そうすると相手は首を縦に振りやすくなる。すごくイージーなことっていう認識だよね。そうです。これね、コツがあって、例えば社会人ってよく、なるほどそういうことですか、わかります、なるほど勉強になりますって言うじゃない。お金持ちって別にそこを求めてるわけじゃない。感動、要は感動を共有したいわけ。だからリアクションが大事なの。僕こんだけ稼いでるんだよねに対してまずリスペクト。そうなんですか、すごいですね、僕もそこに行きたいです。こういうご飯を食べてる、めちゃめちゃ美味しそうですね、僕食べたことないですよ。これが大事。リピートとかってなってくると、結局大事なのってその人の日常に対してそれが需要あるかどうかな。わかる？はい。例えば世界が禁煙になってしまった時に、年に1回だけ喫煙できる日がありますよってなったら、それってリピートにはならないよね。そうですね。だけど毎日どこかでタバコが必ず吸う時間がありますよってなったら、毎日吸うっていうリピートにつながるよね。はい。だからそういう環境を作り出してあげる。すごく漠然としたものではあるけど、いかがだったでしょうか。これがファイファー松井仕事の流儀です。なんだ、俗に言う自己啓発か。あなた今そう思ったでしょ。確かにこの世の中には自己啓発や心理学、その他たくさんのなんかビジネスに関するそういったスキルアップの溢れていますよね。甘いです。あなたじゃあそれを読んで仕事ができるようになりましたか？ならないですよね。違うんですよ。これを何度も見て習慣にしていくんです。寝る前だったり、恋人といる時だったり、料理をする時だったり、何度も見るんです。トイレの中だって構いません。どんな時だってファイファーはあなたと一緒にいるんです。どんな瞬間にも僕のこのビジネスのね、YouTube ショーツを見て、TikTok を見て、あなたのスキルに変えてみてください。チェンジ、わかりますか？
これを習慣にすることによって、何度も見ることによって、あなたのスキルに変わるんです。僕はあなたたちと一緒に幸せになりたい、そんな思いで僕の才能を切り売りしてるんです。ぜひこれからもファイファー松井を習慣にして幸せを掴んでみてください。 Always be ambitious.